グラント・ソントン・インターナショナルは、ロンドンを本部とする世界第7位の会計事務所である。前身は、1904年に、イングランドのオックスフォードにて設立された、ソントンソントン及び1924年に、アメリカ合衆国のシカゴにて設立された、アレクサンダー・グラント・アンド・カンパニーである。ソントンソントンは、モーリス自動車を、主要クライアントとし国際的な監査業務を提供。 戦後にはイギリス内のタファームと相次いで合併している。アレクサンダー・グラントは当時26歳であったアーンスト・アンド・アーンストのシニア会計士が独立企業をしたものであり、アメリカの中堅企業を主な顧客としていた。ソントン・アンド・ソントンとアレクサンダー・グラントは1979年に合併し、グラント・ソントン・インターナショナルを形成。その後アメリカ・イギリスの両、 メンバーファームは1986年にグラントソントンへと改称した。2008年に現在のコーポレートアイデンティティ及びロゴを採用し、2012年にアンインスティンクト・フォー・グロースというキャッチフレーズを採用している。2015年時点で130地域に事務所を有し、4万2000人以上の従業員が属する。2015年における収益割合は、 アメリカ地方、ヨーロッパ地方、アジア太平洋地方、アフリカ地方、中東地方、CIS の順となっている。以下の5つのサービスラインで構成されている。2015年における収益割合を吹き、日本においては順大手の太陽、有限責任監査法人がメンバーファームとして加盟し、監査業務を提供する。太陽はかつて東洋監査法人に次ぐ、 国内6位の規模であったが、2013年に中堅の霞が関監査法人を吸収して、以降は4大監査法人に次ぐ、国内5位の規模を維持している。当初グラント・ソントンは神話監査法人と提携していた。神話は後に武道インターナショナルとも提携したため二重提携となっていたが、当時は日本企業の海外進出が少なく、 逆に外資系企業の日本進出が多かったため、複数の海外提携先を抱えても問題は生じなかったと言われる。さらに神話監査法人が、監査法人朝日会計者と合併した後の、監査法人朝日神話会計者は、アーサー・ヤングを加え三重提携の状態であった。しかし朝日神話が1993年に提携先をアーサー・アンダーセンに変更すると、 重複提携を認めないアンダーセンの方針からブド、グラントソントンとの提携は解消された。その後グラントソントンは1994年10月に国内提携先を元監査法人へ移した。元監査法人は1999年にアクタス監査法人と合併、そして2006年には太陽監査法人と合併し現在に至っている。また、 コンサルティング業務を提供するメンバーファームとして、太陽グラントソントン株式会社が加盟している。こちらは1971年1月設立の株式会社海外投資コンサルティングサービスグループ及び1980年12月設立のアカウンティングサービス株式会社を母体としており、監査法人の系列とは異なる独自の経緯をたどっている。 元マネージメントサービスは1988年にグラントソントンへ加盟へ。1999年に振興経営サービスと合併し、振興マネージメントサービス株式会社となる。2014年に現在の社名へ変更している。他に以下のメンバーファームが存在する。太陽有限責任監査法人による2018年7月の 郵政監査法人吸収合併に際しては、郵政監査法人と設立時より、兄弟関係にあった税理士法人ヤマダパートナーズがメンバーファームへ加盟。その後2019年2月には、コンサル部門で兄弟関係にあったヤマダコンサルティンググループも業務提携の枠組みへ加わった。アワーヘリテージ、ハットトランスペアレンシーレポート2016に本的。 監査風土をめぐる一考察、柴田秀基著2006年。監査法人の未来像、監査法人の研究、柴田秀基著2010年。法人概要会社概要、グラントソントンインターナショナルへの加盟のお知らせ、税理士法人ヤマダパートナーズ、2018年7月18日。太陽有限責任監査法人。 太陽グラントソントン税理士法人及び太陽グラントソントンアドバイザーズ株式会社との業務提携契約締結のお知らせ山田コンサルティンググループ2019年2月1日ありがとうございます